道外区は中華、人民共和国国立交渉ハルビン市に位置する四角区。区人民政府の所在地は北14道外55号。道外区は、ハルビン市中北部に位置し、東は、貧景及び阿城区。西は、道浦区及び南三陰区。南は、工房区。北は、松北区及び、コラン区と接している。道外区は、東西鉄道の西側を、 道裏と称したことに対し、東側を道外と称したことに始まる。旧称は、風夜店であり、これは、風刺兄弟がこの地に商店を開いたことに由来する。また後に、貧困町工房同地に就任した、何やつ、により1908年、道音の風野をむに解消している。新代中期に、アルチュカフクトの統括地となり、新末に移民館が設置され、 1907年1月23日に、吉林省軍らの上層により貧困庁が設置された。中華民国成立後の1913年3月に貧困権に改正され、1929年2月からは、吉林省直轄となり、同年5月の貧困市設置に伴い、貧困市管轄へと移管された。満州国が建国されると1933年7月1日に、 ハルント区、市に編入され、1938年7月1日には、太平橋を除く風やおさむ地区は東、風景区及び西、風景区とされた。共産党の統治が開始されると、東西風景区は、東西北の三風景区に、行政区調整が加えられ、建国後の1949年に、北、風景区が廃止、1956年10月に、 東西風景区が合併し、貧困区が誕生、さらに1972年8月に実施された行政区調整の際に、近隣地区を統合し、道外区に改編され現在に至っている。なお民主教に属する村、天里トーンは、元は天理教の移民団が1934年に移民して築いた天理村という名前の開拓村で、当時は、 村が作った天理鉄道という軽弁鉄道が3、樹駅から通っていた。満州開拓の成功例、または移植例として当時の新聞にたびたび取り上げられており、この地域にいくつもあった日本人移民による開拓村の中では名が知られていた。現在も当時の建物や区画が流用されており、村の名前も当時の名前が残った形になっている。下部に23階 四ムを管轄、ありがとうございます。